アンブロケトゥスとバキケトゥスの骨格化石標本。アンブロケトゥスの骨格図アンブロケトゥスは、約4、780万約4、130万年前、当時のテティス海沿岸地域に生息していた、水陸両生の原始的クジラ類。歩くのにも泳ぐのにも適した形質を備えている。凶暴なワニのような生態を持ち、俊敏性はともかく変わうそのように、しかし、 クジラ独特の上下道の大きい泳ぎをしたと考えられている。アンブロケトゥスはアンブロケトゥスカに属し、どうかは他にに属が知られる。アンブロケトゥスカはパキケトゥスカから進化したと考えられ、レミングとノケトゥスカを経て、プロトケトゥスカにつながる系統であるとされる。俗名は、ラテン語アンル、歩くと、シートス、怪獣、クジラからなる、合成語。種小名ネイトンズは、 泳ぐところののい、合わせて泳ぐ歩行クジラといった意味になり、水辺で反水生生活を送っていたことを指しての命名である。日本語ではアンビュロケタス、アンビュロセタス、アンブロケタス、アンブロセタスなど呼ばれることもある。英語ではアンビュロシータスのごとく発音。中国語では僧クジラ、立甲クジラと呼ぶ。中国語、ソウは歩くの意味である。 アイアロジートスネイトンズの骨格標本。国立科学博物館の展示。最初の化石は、パキスタン北部パンジャーブ州のカーラチッタ丘陵にて1992年1月、ノースイースタンオハイオ大学医学部所属の人類学者、ハンス・テービスに率いる調査隊によって発見された。1996年、記載。約5000万年前に、 由来の岩の中で眠っていたアンブロケトスナタンスの骨格化石は80%というほぼ完全な状態で取り出されている。そうして当該標本はそれ自体の存在意義とともに発見された骨格の保存状態の良さによっても有名なものとなった。これらの岩は正確な年代測定が困難な種類のものであり、その点で生息年代に不確定要素を含む。しかし、 パキケトゥスカが発見される層よりは上層に位置することは明らかである。すべての化石はパキスタン北部とインド西部で見つかっている。この動物が生きていた頃、それらはテティス海に接している沿岸の地域であった。祖先のパキケトゥスカは狼やキツネ程度の大きさの動物であったが、アンブロケトゥスはその全長がおよそ3メートルにも達した。テイビスンは アイアロジーとスネイトンズの体格を成熟したオスのアシカと対比して同等と推定した。外観は大川嘘に通じる部分があるものの、長い頭部は大きく裂けた口に鋭利な歯がずらりと並ぶ凶暴そうなものであった。また、推定される生態からはワニのような水生哺乳類との形容が最もふさわしい。姿勢は低く長く大きな体つきである。 死は力強く、尺骨は陸上で体重を支えるのに十分の強さを持っていた。肘は頑丈かつ柔軟性があり、しかし水性への適応を示して後方に曲がる構造になっていた。手首も柔軟性があって、原生クジラ類のそれとは違っている。大腿骨も頑丈であり、これらのことから彼らは陸上でも動き回ることができたと考えられる。とはいえ、 その大腿骨は、陸上で存分に運動するための筋肉を支持するような余地はなく、おそらく、原生の足下が歩くことができるというのと大きくは違わない程度のものであったと想像される。前肢は短い。後肢は長く、前肢以上に強靭である。その足指の間には水かきを備えており、これが水中での推進力を生んでいたと思われる。また、そのつま先には、 祖先から引き継いだ歪めを、退化した小さなものではあったが、維持していた。獅子は、陸上でも機能したであろうが、そこをしたる、生活圏にしていたとは思えない。ワニほど低姿勢ではないにしても、陸上では地を這うように移動したであろう。水かきのついた足は陸上を歩くのにはいささか、不向きと思えるが、陸地と水域が複雑に入り組んだ浅瀬などを、歩き回るのには、 都合が良かったかもしれない。なお、2016年の名古屋大学のアバラボ骨の強度の研究から、前足で体重の約半分を支える必要がある、陸上哺乳類ほど丈夫なアバラボ骨を、アンブロケタスが持っていなかったことが判明し、浮力を得て、体を維持する完全な水生生活を送っていた、可能性が浮上している。この動物からは、 水にも入るといった程度の適応とは異なる。進化の段階にクジラ類が入っていたことを確かめられる。原生クジラ類に比して頸椎は長く、彼らの形には確かな柔軟性が認められる。クジラ類に特有の噴気口はまだなかったが、頭部の他の形態は十分にクジラのそれであり、明らかな水性への移行性適応を示している。尾は長く強いものであり、 わずかながら扁平している。この特徴は、カワウソ類と同様で、泳ぎへの適応である。おそらく、彼らの泳ぎは、全体的な外観で言えば、カワウソのようであったと想像される。しかし、カワウソほどの機敏さはなかったであろう。また、背中を上下にうねらせて泳いだであろうことは、石中の解剖学的分析結果から明らかであり、原生のクジラを彷彿とさせるものでもあったはずである。 孔子の水かきが推進力の源であることだけが大きな違いである。彼らは追跡型の捕食者には見えない。ワニのように待ち伏せ型であったと考えるのが自然であろう。その体育から大物狙いであったことは想像に難くない。浅瀬に潜み、油断して近づく獲物王を待ち受けていたことが考えられる。葉の科学的分析によって、 彼らは海水域と淡水域のいずれにも適応し、自由に危機できたことが判明している。自然界には安定した16王と18王という2種類の同位体の酸素原子が存在するが、淡水と海水とではその比率が異なり、海水の方が18王を多く含む。脊椎動物は酸素を骨や歯に取り込むため、骨や歯の化石を調べることで、 その動物が淡水と海水のどちらを飲んでいたのかが明らかとなる。アンブロケトゥスは測定値の変動が大きく、中には海水を全く飲んだ形跡のない化石もあった。彼らが海にいたことは化石の発見された岩石から確認できるが、水を飲むために陸に上がった可能性が考えられる。アンブロケトゥスは外耳を持たない。これは 水生動物としての適応進化であるが、陸上では、いささか不都合であったように思える。大気中での集音能力を退化させたため、陸で獲物を探し出すのには地面に顎の骨を当てて、振動を拾い読む必要があったかもしれない。それは、後世のクジラ類では、高度に洗練されることとなる骨伝導による集音の手段であるので、このような推論が成り立つのである。 陸上で頭を地面に密着させることにより、騎士に沿って歩いている獲物に聞き耳を立てることは、クジラ類であればこそ、技術的に可能であったと思われる。内耳は水性への適応を進めていて、祖先以上にクジラ類の独自性を高めている。アンブロケトゥスは、水中では、祖先より、多くの音を巧みに聞いていた。パキケトゥス科は、クジラの形質を備えた。 陸生動物の範疇であったと言えるが、アンブロケトゥスはこの聴覚器官と先日の様々な形質的特徴により、海生動物としてのクジラの最初のものであるという位置づけをされる。すなわち、アンブロケトゥスが真のクジラの始まりであるとの捉え方で、彼ら以降を真クジラ類とする対別法があるのは、そのことによっている。ワニと類似する生態を持つアンブロケトゥスであれば、 同じ時代を生きていたワニ類と直接的な生態的競合を強いられていなければおかしい。ワニのような中世代ですでにニッチを確ッたるものにした動物がいる中でワニ様の水生哺乳類が生存し得た理由は一つの謎である。この時代のテキス回収編においてクロコダイルの生息を制限するような環境条件があったという証拠は今のところ見つかっていない。アンブロケトゥスは 何らかの幸運な条件に助けられて、クロコダイルとの競合を回避できていたものと考えられる。しかし、その期間は長く続かず、彼らはさらに水中生活に特化する進化を遂げた、系統以外は、短命のうちに絶滅することになる。それ以降、このようなワニ様の哺乳類は見られず、そのニッチはワニ類が独占し続けている。アンブロケトゥスが、 ワニ類との競合を避けられた何らかの幸運な条件は彼らの生存していた地域や時代のみに見られた極めて特殊なものだったのかもしれない。アンブロケトゥスはガンダカシア、ヒマラヤケトゥスと共に山賊でアンブロケトゥス化を構成する。ただし、後者二族の化石標本はいずれも下顎の断片であり、情報量の乏しい中での推測である。また、ヒマラヤケトゥスには これをパキケトスカとする遺説がある。ありがとうございます。